今回は、中忍試験の時の日向って試験に集中しないでナルトのこと考えてたよな矢印これ。について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。中忍試験中最初から最後まで試験に集中しないでナルトのことを考えてた女。答案見せようとしたしな。白眼あれば余裕だしもしかしたらなくても解けてたのかもしれない。白目でずっとナルトのナルトを見てたんだろ。ここが本当に可愛い。キバ対ナルトはナルトを応援したいけど同じチームのキバが相手だからちょっとキバ邪魔だなって考えてそうだった女。チームメイト二人は割とヒナタのこと大事にして応援してたのにヒナタ側からは。大体塩対応という代わりとどうでも良さげだったの妙に生々しかったな。心の中ではナルトを応援することを決めてたけどキバは怒るだろうなゲンだなーみたいな感じ。どういう読み方したらこうなるんだ。中忍試験以外もナルトのことばっかり考えてるよ。それもこれもナルトとの運命的な出会いで一目惚れしたからなんだよね。結果的にホカゲの嫁になった勝ち組とも言える。アニメはセリフが半分くらいがナルトくん、大丈夫かな、みたいなのだった。それをネタにしてナルトくん、オフ複数バージョン収録するメタネタやる会があったはず。近くにいなかった死の森でもナルトの言葉つなり考えてた。家族からも微妙な対応だったからな、いじめられて強制土下座とかヒューガ家にしてたとかあの里やばいよ。まあキバとはあんまりいい思い出もなさそうだし、性格クソだしひなたから好かれる理由ねえしな。シノに対しては会話すらしてたか怪しくなかったっけ。まあ無視キモいと思ってるだろうけど、あのチームはキバがやかましく喋らないと会話がなくなりそうなんだよ。対ナルトに夢中でチームメイトとの仲は微妙ってマジで生々しいな。仲悪いわけじゃないけどナルトが目に入った瞬間に思考がナルトで染められた感じ。別にシノもヒナタも沈黙を苦痛に感じるタイプじゃないからなんとかなると思う。シノは普通に自分のところは仲のいいベストチームだって思ってそう。実際はヒナタからは壁かなんかと同じような扱いなのかは嘘。体に虫かってる奴が引っ込み思案な女の子に好かれるわけねえだろ。虫かってる時点で女の子の好感度はかなりヤバいよね。担当上人もぶっちぎりで弱いしなあの半日向以外が負け組すぎる。なんで感知3人に現実得意先生なんて謎の偏りなんだろう。スパイというか情報収集とか潜入とか本来の忍び者っぽい部分に特化してるし。岸影の頭の悪さがそのまま出た結果だとか言われてたな。警備部隊長で多忙だけどずっと付き合ってる仲のいい彼女がいて子供いないなりに、愛犬の赤ちゃん可愛がって育ててる牙が負け組はないだろ。相変わらずなるひな好きは第8班に辛辣だな。まあぶっちゃけひなたの付属品みたいなもんだし、シノは結構居心地良かったんじゃないかなあのチーム。なんかここ最近キバに親殺された人多いよね。最近というか昔からそんな感じな気がする。偏りで言うなら外班とかも大概じゃ。キバもひなたを心配してガーラとネジが相手になるなら危険しろって言ってたし。キバとひなたは休みにシノが昆虫採集行くのに二人してついてくくらいには仲いいのに。キバアンチはガチでいるから困惑する。この頃のキバは結構悪ガキメンタルしてるからひなた相手にもからかったりしてそうではある。サクラアンチとキバアンチは近いとこにいると思う。任務中常にチームで固まってるイメージあるから居心地はいいと思う。仲悪いとか言ってるやつ本当に呼んでたか疑わしい。というかアカデミー卒業生から能力に加えて家のあれこれも考えて組ませるだろうから。きっちりいい感じに役割分担できないところも出てくるのでは。半端な数にならないだけマシというか、ナルトの世代は第2部始まった頃になるとみんな仲いいよね。みんな視線くぐり抜けてきたのかな。だからこそサスケの排斥感も強いみんなナルトがサスケのために殴られたのとかも怒ってたし。シノはファンブック曰くキバの絡みうぜーって思いつつ一番あれこれ言い合える仲間だと思ってるそうだから、別に悪感情はないんじゃないの。愚痴言える相手が最初はキバとヒナタだけだったくらいには心開いてるぞ。キバは警務部の隊長で可愛い彼女持ちだからな嫉妬の犠牲になったのだ。中忍以降は基本ばらけて動くはずなんだから感知忍び者はどう動くべきなのかってのを学ばせる意味では悪くないと思うんだけどな。感知しつつそこそこな戦闘能力もあるって考えたらなかなかの戦力だし。ヒナタはナルト好き好きガールではあるけど別にそれで必要以上にチームメイトをざがったりするタイプではないだろ。ネタじゃなくてガチでそう思い込んでる人がいて怖いよね。シノはどうしてボルトであんなサイボーグみたいなゴーグルになったんだろう。というか中忍試験は仕方ないだろ個人感情で助けてたりしてる方が変ではある。スリーマンセルは成績で釣り合い取ってるから問題ないんだよ多分。
中忍試験はむしろ同期世代が思ってたよりも仲が良くて驚いた死の森で次々と助けに来てくれたりとか、タイプの違う感知3人に現術系の常忍つけて支援のプロフェッショナル育てようって割といいと思う。方向性バラバラだから鍋に半だからリーダー張りたがる牙は割と大事。森は助けなくてもいいよな、同じ巻物同士で助け合おうぜぐらいしか。シノにはクラーマいるし、嫌われ気味のナルト日向にも普通に接して無口なシノとも親友になれてる牙はめっちゃいいやつ。サスケ奪還メンバーでシノだけ呼ばれなかったのは嫌われてたからなのか。ちゃんと理由あるぞ。キバって普通に仲間には面倒見いい印象がある。シノは強すぎて扱いにくそうだからな、あと作が大変そう。中忍試験の段階だとシノはガーラ抜くと一番強そうだった。なんでシノ連れてこねえんだよみたいに言ってなかったか。しかまるか誰か来れない理由言ってたはず。シノは親父と任務行ってたから参加できなかった後から俺も誘えってシノが言ってたの覚えてる。単純に任務で里外に出てたんだよ。最初にシノを白眼で見た時はドン引きしただろうな日向。あの時点で中忍なのシカマルとシノだけじゃなかったっけ。シカマルだけじゃねえの。ナルトの中ではネジよりシノの方が上なんだよね。長寿呼んだことに対してシノとかじゃねえのって言ったんだよ。キバは中忍試験本戦で日向の体調めっちゃ心配してただろ。暗部の変装した兜に治療させてたけど、シノは2部から中忍あの時点でなした忍び。キバアンチは昔ナルトのことも迫害してそう。アニメだとキバはこの白寿司の時にさらわれた日向をネジと二人で助けに行ったりしてるんだぞ。日向は中忍試験の時ナルトとキバ両方に薬あげてなかった。シノ呼んじゃうと苦戦しないで勝っちゃうから連れていけないんだってばよ。キバは呼ばないとそもそも追跡ができねえ。キバはあの時のネジより便利な感知系ネジは天才。ナルトは主人公、シカマルは隊長。あの班でシノと入れ替えるとしたら、いや、でも長寿は妥当だと思う。シカマルが指揮、キバは肉弾戦いけるけど探知優先させたいとなると、純粋な前衛がナルト、ネジだけな上にナルトはサスケ本人と対峙させるまで残すのもあって前衛足りない。前衛担当でシカマルとコンビの長寿連れてくるのが一番理にかなってる。入れ替えず追加方式でいいっすね。虫がなんかなんでもあり感あって使いにくかったのかね。シノは完全に騎士影様が扱いに持て余しちゃってたからな。ガーラやコナンが常に仲間にいるようなもんだしな。虫の汎用性やばいよね。火力弱そうに見えて核爆弾レベルの威力出せるし。ネジは一応先輩だから自分から誘うのは少し気が咎めたのかもしれない。ネジはたまたま居合わせたリーの推薦だぞ。シノの虫ばかり言われがちだけど、キバもサコンウコン戦みたいなエグい戦い方できるんだよね。出番がないのとあっても2部からインフレすごいから微妙なとこだけど、赤丸が辛そうなの書くの嫌だからキバの出番減ったのかなって気もする。そもそも2部はサブキャラの同期の出番ほぼないだろ。一応サソリデイダラ戦は外反ついてきて、テクシコンビはアスマ班にスポット当たったから次はベニ班の順番ではあったと思うよ。断蔵の側近に油女と山中いたのなんか嫌だった。篠田と次郎坊さんのドーム突破できないしな。キバの道連れ切腹が忍びっぽくて好き。下忍び組でキュービナルト除くと純粋火力一番高いの長寿だし妥当なラインではあるんだよね。リーダーとツーカーで連携取れるし仕方ないんだけど、漫画だと2部からベニハンの活躍が少ないから仲の良さとかわかりづらい。なんだかんだで3人とも対戦してる。むしろ伊能を入れて伊能しか長をここで見せてほしかった。入ってる。シノの能力を主人公に置いて作品一つ作ってほしいくらいかっこいいし魅力的だと思う。改めて見るとびっくりするくらい負けヒロイン感バチバチだな。初期ひなた、あーこれね、ずらしヒロインですらなかった気がする。スキゾイドちゃんに似てる。言うてさくらちゃんが魅力的に見えたかというと、中忍試験あたりからいいシーン増えてくるけど序盤がマイナスすぎる。ただ読み返すとさくらちゃんも正ヒロイン感薄いしな。一途な子が勝つのいいよね。日向も桜もだったな。そもそもヒロイン争いすらしてなかったのに、ナルトが幼少期の腫れ物扱いから英雄扱いになるという展開の流れでなんかヒロインの座が転がり込んできた子。桜ちゃんはヒロインというよりナルトサスケに対する準主人公みたいなイメージ。最終決戦に加わってるのも込みで、桜ちゃんも大概貫く女すぎる。さすがにサスケが国際的指名手配犯になった時はナルトもういいよ諦めようよってなってたけど、ナルトが絶対に曲げねえやつすぎた。序盤でナルトに矢印が向いてる唯一のキャラだからそりゃ読者も好きになる。人気投票で人気高かったのこいつ。ネジ戦がめっちゃけなげだからな。中忍試験編の人気投票は普通に桜より人気だな。皆さんは、
中忍試験の時の日向って試験に集中しないでナルトのこと考えてたよな矢印これについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。